般的に合鴨農法っていう米作りの農法があるんですけども、それは本物の合鴨を田んぼに放すわけですけども、役割2つあるんですが、1つは水を濁してその下から生えてくる雑草に光合成をさせない環境を作る、もう1つは生えてきた草を食べると。でこのロボットは濁らせて光合成させない環境を作るっていうことに特化したロボットです。ここは日本棚田百選の一つにも選ばれているクヌギ平の棚田という棚田なんですけど、この場所を貸してもらって米作りをしています。農業の中で除草剤以外の可能性を作りたいですよね。次の未来にすごくつながってるんじゃないかなと思ってます。アイガモロボはシンプルにできていて、バッテリーとそこからマイコンを使ってモーターを駆動させると、前に進む、それから泥を濁らす、それからモーターとバッテリーを冷やす、その3つの機能を兼ね備えているのがスクリューになります。スクリューは螺旋状になっていて、それが回ることによって前に行ったり後ろに行ったりします。でその螺旋状になっていることによって、苗を引き抜かず傷つけずスルッとこう抜けるような、そういう構造を作るところが一番このロボットで苦労したところです。アイガモロボには充電式バッテリーが積んであります。でその電気はどこから来るかというと、田んぼの横にあるソーラーの充電小屋から充電することになります。自然エネルギーを使って除草をするっていうのがアイガモロボのコンセプトです。で実際は1年間のうちアイガモロボを使うのは1ヶ月だけなんで、たった1ヶ月しか実験ができないということで、そこの1ヶ月にどんなものを用意して実験するか、残りの11ヶ月で考えるところがポイントですね。田んぼの中でまず起点の位置をセットします。でそこからアイガモがどういう位置にいるかっていうのを GPS を使って位置を認識して、田んぼをくまなく回るようなことを考えているんですけども、その時の電波でやり取りをするものを Wi-Fi を使って行っています。私自身も農業体験をやってみて非常に大変なものだっていうのを実感しました。それでこれから10年15年すると農業人口っていうのは劇的に少なくなっていくと、そういった時に我々の持っている技術を生かして農業を維持できる、そんなことに貢献できればなと思って始めたものがこのアイガモロボットになります。あとは何といっても農薬を使わずに作ったお米っていうのは美味しいんですね。である程度作業した後に食べるお米っていうのも美味しい、そういったある程度作業するってところも残しつつ、でも負担は軽減したい、そんなところに貢献できたらなと思ってます。